マリン。父ちゃん、お帰りなさい。ただいまお帰り。ああ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念念しような。片付けが終わるまでマリンの俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああてめえ！バレット！マリンに何しやがった！人とは喋っちゃダメって。え、偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃ、お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、しばらくそこに大家さんが渡って。ああ。じゃあこっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。だよね。そりゃもうすごい。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。神羅を憎む気持ちも分かる。うん。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、いや、そっちは。そこは遅いから。見ず知らずの他人だ。やめておこう。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。
500? 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。あんたが来る。あたしは大い、それまでは上。いろいろだ。訳ありか。まあ、困ったことがあったら何でもそう。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファは。仕事に行けないことをみんな気にしてる。たった一分の収入と欲しい。なんで比べられると思うか。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。
さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは、ジェン。ディファーちゃん。集金係。あんたに。あ？クラウド。見るだけ見てみ。毎度。今後ともごディファーちゃん。それじゃ、またお店で。店の常連さんなの。俺にはと、おまけ目当て。じゃあ、もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な人。マーレさん。フィティーパー。あーや、あんたも仕事だ。顔。ちゃんとお守りよ。私結構強いから。それはだ、知ってるよ。こんな愛想なしだもん。そんなことは。顔。最善をつ。はき。だったら部屋で。スラムの子。そういう。マーレさん、あれ。あ？マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、申し訳ご。もういらん。残念です。なんだ。代金は世の中な。払うよな、うん、ありがとうございます。これでフィルター。それより、そうだな、あのね、本格的に。ご縁はお金。うん、縁が。どうすればいい。自警団の仕事を片。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア持とう。自分に合う武器は。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣。改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか。ああ。ウェッジがいる。クラウドさんの。で、瓦礫通りだ。クラウド。一人で十分。でも。頼む。任せて。
スラムで一番だから。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側、念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。ウェッジの店で強権だな。ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。の戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん当てる。気負いすぎるか。よし、やっちゃおう。私に任せて。どけ。じゃあね。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。自分の意を自分で守る。さて、これはスラムも頑張るの。これだ。やあ、ここで暮らすんだよ。さあ、立てる。もう一人。そろそろモンスター。どうせすぐ後ろ向き。めでたしめでたし。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。協力者を選定中。あんた通りのモンスター、もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に。必要ない。武器屋さんも行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター、
こそぎ倒されたってよ。宇宙室の屋根。おい、あんた。早速よ。だとしたら。さっきは悪い。仕事で詫び代わり、つえぇやつが。ああ。どうだ？見るだけだ。また寄って。新しい武器もよ。まずは。誰だ？自警団に。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると。選定中。いやあ。いえ。おお。報酬。腕に詳しい話。助かる。協力者候補を発体験をせ。想定外の。僕はチャドリー。神羅カンパニー。まずは手付金が。その見破るまで。それで。神羅の。僕はさせ。あなたならどうしますか。俺は本当。つまりバトルレポート。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポート。ここには毎日いろんな相談が。あんた、何でもやだって。自警団は強くなった。